本日の目撃情報は目白駅付近のこの民家。スタジオの峰屋さん、見てますか？最近頻発している変死事件の分布図ですが、見てください。目白内で先日も発生した女子中学生の変死事件の現場とそう離れていないんです。かなり近いですね。はい、警察は自殺と他殺両方の線で捜査をしていますが、果たして人の背骨を真っ二つに折るなんて行為がそもそも可能なのか。そして気になるのが、両事件とも亡くなった方に背骨の骨折以外の外傷が全くないということなんです。それはつまり、折られたんじゃなく、勝手に折れたみたいな？そうなんです。骨に異常をきたす奇病のようにも見えるとか。目白って言ったらね、東京の仕事でよく豊島区の池袋の方に行くときに山手線に乗って通過する駅やけど、まあ、閑静でね、いいとこなんですけどね。早期解明が期待されます。テレビがついてる。いるんだ、あの人。公益財団法人 PL 振興社 PL パーフェクトライフか。いつの間に公益がついたの。ほんと天才だこと。くれたわね、岸の幕。ま、いいか。実はもう一組あるのよね。私もあゆみちゃんたちに無断で天神賞に行くつもりだったから。お合子だわ。レーグオークションからのメールね。誰が情報を吸い上げてるのか一度調べてみたいけれど。なんだ、ブックオブシャドウズは天神賞にあるのね。グッドタイミングよ。こうなれば勝負ね。どうせ今から涅槃に行くんだから。あゆみちゃんより先にブックオブシャドウズも手に入れちゃおうかしら。石を見つけた一応の義理を通すためにあんな提案をしたけれど、本当はあの子の手助けなんて必要ないもの。私と彼がいれば十分。あとはあの子がこの石の存在を嗅ぎつける前に。私らしくないわね、ここまで一つのことに固執するなんて。あゆみちゃんには悪いけど、黒魔術なんていかがわしいもので人を生き返らせるなんてできるわけないわ。でも遺品なら持ち帰ってこれる。
持ち主の魂を込めて喋る霊具として連れて帰ってくればいいのよ。親友だったナホちゃんすら霊具に押し込めてコレクションに加える。私ってなんて趣味が悪いのかしら。ゾクゾクするわ。何？勝手にドア開けないで。愛ちゃん、久しぶりね。お姉ちゃんね、ちょっと今日は時間ができたから寄ってみたの。元気？は、あまりないかな。心配いらないわ、大丈夫だから。それより、来るのはいいけどテレビのつけっぱなしはやめて。霊が集まってくるでしょ。あ、そっか。ごめんね。お姉ちゃん、家に一人だと寂しくて、ついつけちゃうの。ちょっと通して。私、喉が。はい。相変わらず気持ち悪いくらい相手の要求を察するのね。そうかな。喉が渇いてるかなとふと思ったの。企業の会長業と教師の二輪をこなすって相変わらずの天才ぶり、すごいわね。そんなのじゃないわ。ただみんなに喜んでほしいだけ。この人は昔から何も変わらない。その天才ぶりが周囲に負担を強いることだってあるというのに。会長になってから少し会社の業務も楽になったわ。子供の頃からの夢だった先生にもなれたんだし。そう、ごちそうさま。出かけてくるわ。愛ちゃん、それ、何の石なのかな。すごく、すごい霊気を感じるよ。いいでしょ、放っといて。あっ、心配いらないから。また会えるのは半年後くらい。仕事頑張ってね。うん、ありがとう。じゃ、愛ちゃん、お姉ちゃんね、好きな人ができたかも。
そう。よかったじゃない。丹羽さん。待たせたかしら、春雪くん。いや、平気だよ。丹羽さん、行くんだろ。準備はできてる。さあ始めよう。さゆか、生きててくれ。水と食料を持って、今行くからな。なほちゃんの親友、大上さやかちゃん。モデルもしていたとても可愛い女の子で、ずっとなほちゃんにくっついて、その霊能探偵業をサポートしていた。さやかちゃんにずっと張り付いて、好き好き言ってたのが、このクラスメートの春雪くん。霊能力のとても高い子だけれど、よく言えば前向き、平たく言うととても残念で、さやかちゃんにも全く相手にされていなかった。待ってろよ、さやか。その明るさが失われるのは辛い。春雪くん、私が見てきたわけではないから信憑性はフルではないけれど、なほちゃんはもう亡くなっていたそうよ。さやかちゃんにしても少し覚悟はしていった方がいいかもしれん。死んでない。さえのきさんがついてたんだ。彼女が死んでしまうなんて、それはきっとさやかを身を挺して守ってくれたからに違いない。だとしたら、無事にさやかを救い出してあげないと、さえのきさんだって浮かばれないじゃないか。信じたい気持ちはわかるけど、あのさえのきなほでさえ死んでいるのに、普通の人間が生きていられると思う？あんたに何とかできる山じゃないわ。引きなさい、丹羽愛子。水木曲がり。気づかれた。さすがに早い。君は確か転校生の。涅槃に向かう手段を得たところまでは褒めてあげるわ、丹羽愛子。何度も抜け駆けするなと警告してあげたのに。どう？素直にその石を私に譲る気はない？何だと？そうはいかないわ。私にも目的がある。篠崎あゆみの持つ石はあのクソチビパーカーに出しに来る。残るはそれだけでしょ。もう外すわけにはいかないの。よこしなさい。殺すわよ。出し抜かれた。そう、あゆみちゃんはもう天神症に行っているのね。みつきさん、君は。黙れ、ぶっ殺すぞ。お前たち一般人はこれから起こる運命に身を任せていればいいんだよ。何を言ってるんだ。相変わらず先輩に対する口の聞き方を知らないわね、あなたは。言っても私はあなたより1学年上よ。ずっと気に入らなかったわ。
殺した欲ブースト中、もっと煽ってよ。その分残酷な死を与えるわ、愛子先輩。お会いに行く様。春雪くん、私に捕まって。これは篠崎よしえの情報を回してやった恩も忘れやがって、金目当て過去のババア。向こうにはあなたの目的ブックオブシャドウズがあるのね。見つけたらあなたに高値で売ってあげるわ。ねえ、ねえ、死人を迎えよ。ここが天神所。何これ、石よ。仁和さん、俺見たよ。幸せの石はここに来る直前に水木さんの武器にかすめ取られたんだ。なんてこと。あの石がないと私たちは帰れないわ。永久にここに囚われの身を。そうか。けど、きっと大丈夫よ。もう一組ある石を持ったあゆみちゃんという子が先にここに来ているはず。あの子が帰ってしまう前に合流すれば、私たちも帰ることはできるわ。うん。仁和さん、それよりも。探そう。ここにいるんだよね、さやかは。自分よりも何よりもまず愛する子か。暗いわね。私のろうそくを使いましょうか。心配ないよ、仁和さん。火は危ないから。はい。